長、お話が。いきなりなんだ、お前ら。何か問題でも起きたのか。いや、その兵長、これを受け取ってください。何のつもりだ。そういうことです。まあこいつにも意見をもらって選んだんですけどね。お前ら、いつの間にそんなもんを用意していた。どういう風の吹き回しだ。そのですね、いつも俺たちを信頼してくれる兵長に感謝の気持ちを伝えたくて。それで俺たちみんなで贈り物をすることにしたんです。もしかして気に入ってもらえませんでしたか。余計なことを考えやがって。いいかお前ら、俺への贈り物なんて考えてる暇があるなら死なねえように訓練でもしとけ。だがいいもののようだ。次に紅茶を飲むときから使わせてもらうぞ。兵長、兵長、一生ついていくっす。あと俺、絶対死なねえように毎日猛特訓するっす。今回は私たちに付き合ってくれてありがとね。おかげで計画はうまくいったみたい。まあ確かに、お前がちょこまかとそれぞれの意見を聞いて回ってなければ今頃俺たちはまだ揉めていたかもしれん。ああ、オルオの言う通りだ。礼を言うぞ。またお前に協力を仰ぐこともあるかもしれないが、その時はまたよろしく頼むな。どうしてですか、兵士さん。どうしてうちの息子がこんな。返してください。せめて遺体だけでもいい。あの子に会わせて。ひでえ面してやがるな。早いところ巨人を絶滅させて、こんなクソみたいなことは終わりにしてってもんだ。そのためにはさらに人が死ななきゃならねえってのが最高にクソったれなところなんだがな。リヴァイ。エルヴィンか。お前の方は終わったのか。ああ、もう戻るところだ。君もご苦労だったな。ところでリヴァイ、彼らはどうだ。城の方ははかどっているか。まあ悪くはねえ。未熟だがやる気と根性はあるらしい。指導は継続するつもりだ。そうか、今後も頼むぞ。ああ。リヴァイは言葉こそ足りないが、真剣に君たちを鍛えることを考えているはずだ。私も君はある素質を持っていると思っている。君の同期には優秀な者が多いが、彼らとはまた違った素質だ。今後もくじけずに研鑽を積んでくれ。君たちが立派な兵士になることが人類の勝利への一歩となる。
Yeah.